こんにちは、ギャンブラーヒカルです。今回もこの NT ポーカーを使って GTO のポーカートレーニングやっていきましょう。今回は少し条件を付け足していきます。条件何付け足すんかというと、ポジション、限定しましょう。俺がアンダーザガンで、相手がビッグブラインドという条件でやっていきます。では、早速やっていきましょう。さあ、早速難しい状況が来ました。アンダーザガンの俺がレイズして、ビッグブラインドが3ベットしました。88な。コールできるとは、どうやろう。88、微妙なとこじゃないかな。五分五分ぐらい？いや、できないか。五分五分ぐらいやろ。あ、五分五分でした。778899とかは、まあ、コールしてもいいし、コールしなくてもいいよと。テンズからは、まあ、コールしていく感じでしょうか。まあ、今回コールしていきましょう。さあ、762で相手がチェックしてきました。678のストレートの可能性も出てくるし、フラッシュの可能性も、この黒いのがあるんで、フラッシュの可能性もあるんで、ここはベットしていきましょう。ベットが全部見れないと。さあ、ベットするとして、ベット額多いよな。まあ、89とかはないし、33.8もないとは思うから、7か16ぐらいやろ、するとしても。ここは、どっちで行こうかな。相手を下ろすつもりで16で行くか、ボード的にはどっちが有利やろ。762だったら、3ベットしてるわけやから、3ベットしてない俺の方が有利なんかな。ボード的にはちょっと有利なような気がするんですが、7.4だと思いますが、ちょっと、確認してみましょう。ボード的にこちらが有利なのか。これで、ここをクリックすると、違う。下に持っていくと、EQ グラフがあります。これを見ると、BB が下で、アンダーザガンが上にあります。やっぱり、俺の方が有利やったな。なんで、ボード的には俺の方が有利です。ボード的に俺の方が有利ということは、ベットしていくことになります。ちょっともう一度見ようか。ベット、やっぱしベットやったな。ベットしていくんだけど、そしてベット額が難しい。まあ、ちょっと有利と分かったんでね。ここは強気に行きましょう。合ってたんかな？あ、違うわ。小さいベットを打つべきでした。まあ、EV 的には変わらないんですけど、小さいベットチェックが正しかったようです。ちっちゃく打つんやな。さあ、続いて、ジャックキング、レイズして BB が3ベットしました。これまた際どいな。ジャックキングな。俺はフォールドしてるけど、GTO 的にはどうなんでしょうか。GTO 的にも、ジャック Q で、これ、マークが揃ってへんからな、ホールドやろ。ちょっと確認してみましょう。やっぱしホールドでした。キングクイーンでさえもホールドです。なんで、ここはホールドでした。さあ、エース、ジャック、また来た。また来た、ややこしいの。キングしか確認してなかったんけど、エース、ジャックも、これマーク揃ってへんし、フォールドやろ。マーク揃ってたらコールできるんちゃうかな。エース、ジャック余裕でフォールド。エース、クイーンもフォールドでした。エース、ジャック、やっぱりマークが揃ってればコールできますと。ということで、ここはフォールドです。99は確か50%コール、フォールドじゃなかったっけ？やんな。さて、次、ここがまた厳しいよな。打ってくる。しかもかなりでかいです。22.5のポットに対して16.9も打ってきました。ここはビビって逃げ出したいところですが、ブラフも多いはず。3なんて持ってへんやろ。キングなんて持ってへんやろ。どうせお前ブラフやろという感じなんで、ワンペアもね、揃いにくいです。ペアボードです。なんで、ここは、コール？レーズ？いや、レーズするほどでもないやろ。コールやな、これは。ああ、
コールはするけど、ホールドの方が多いんか。ええー。さあ、相手チェックしました。どうしよう。相手が弱気を見せたら攻めろということかな。じゃどういうふうに攻めるか。いや、こんなに大きなベッドもできへんやろう。相手が弱気を見せてきたら攻めろ。いや、間違ってました。すいません。チェックでした。俺は実際チェックするよ。こんなとこでワンペアや。ワンペアあるし、商談あるし、そんな無理には攻めないんだけど、GTO 的には攻めるのかと思ったら、普通にチェックでよかったみたいです。さあ、これ見ていくと、ここは、俺 BB じゃない、アンダーザガンか。コール30%で、フォールド68%なんで、フォールドの方が良かったようです。まあ、EV 的にはどちらでもいいと。さあ、そして次のところは、これね、攻めすぎ。アグレッシブすぎました。ここはチェックが正しかったようです。少し EV ロスしてます。じゃあ次行きましょう。また3ベット来たけど、ジャックキングはフォールドです。A6 なぁ。アンダーザガンからは無理やろ。A10 ぐらい？ A9 ぐらい？ 10 やと思うわ。10でした。なんでね、これはフォールドです。さあ、続いてクイーン、ジャック、レーズ、BB3 ベッドでどうするかということなんですけど、これスーテッドコネクターで、しかもマークが揃ってる。これはさすがに、コールでしょう。コール100%でした。そして、E、ジャックのトップペア揃いました。ここは攻めるべきやろう。ジャック10-3って、ボード的にはどっちに有利なんやろ。同じぐらいかな。ジャックと10やろ。ジャックと10って言ったら、3ベット側？それともコール側？両方かな。まあいいか。まあでも、どっちにしろ俺は揃って、てるんで、これはベットしていくんやけど、なんか小さいベットが多いよな、GTO って。なんで GTO 小さいベットいきましょう。合ってました。さあ、相手フォールドして終了と。ジャック10っていうのは、どちらのボードに有利なんでしょうか？同じようなもんかな？あ、全然違うわ。アンダーザガンにかなり有利なボードとなってます。これ面白いのが、BB がチェックする前は、まだほとんど同じなんやんか。アンダーザガンと BB は、強さ的にはほぼ同じ。このグラフから見ると。でも、BB がチェックすることによって、BB のハンドがここら辺に変わるんよな。まあまあ、AA、エースとか、キングとか、クイーンとか、ここら辺のめっちゃ強いのがなくなって、チェックレンジ側になるんで、だから、アンダーザガンの方で見ると、この EQ グラフは、ぐーっと、こう上がっちゃうと。アンダーザガンが有利になると。ここでチェックしたことによって、もうこの BB が弱いっていうことを、証明してみた、してしまった。なんで、このアンダーザガン側から見ると、この EQ グラフが、こう、かなり、アンダーザガンに有利になるということでした。何のハンド持ってたんっていうと、86か。まあ、86は弱いな。それは、レーズできんわ。じゃあ、ベットできんわ。ということで、次行きましょう。エースキングじゃねえや。エースクイーンはもちろん強いんで、強いんだけど、4ベットするほどでも、ないよな。エースクイーン強いけど、まあ、コールじゃないかな。4ベットはさすがに、いや、まあ、パーセンテージ的にはあるけど、多分そんなにないと思う。あ、違った。ごめん。もうコールでした。4ベットはしないようです。コールで合ってたよな。さあ、相手打ってきました。嫌なところが、マークが全部一緒なんよな。マークが全部一緒なんで、一回はコールできるけど、もう一個同じマーク出ると厳しいよな。まあまあ、今は余裕でコールできます。うわ、出た。同じマーク出たで。で、ここで同じマーク出て相手打ってできたらかなり厳しくてフォールドかなとは思ってんけど、さあ相手が弱気を見せてきました。GTO 的にフラッシュ揃っててチェックってあるんかな？
人間やったらよくするけどな。まあ、ここはちょっと無理せず、要危険やから、いやいや、でも、チェックしたっていうことはまだフラッシュ揃ってないっていうことじゃない？ GTO だと。なら、俺はここで強気に攻めて、相手がもしかしたら、いや、強気に攻める必要ないか。相手だってフラッシュ揃ってへんわけやし。合ってた？今の。合ってた？確認しよう。無事勝つことができましたが、判断としてはダメやったみたいやな。ここのターンで打たなあかんかったのかな？いや、最後に打たなあかんかったかな？ちょっと見えませんでした。ああ、最後があかんかってんな。ここでチェック、別途良かったんか？相手がチェックしたら弱気を見せた。弱気を見せたら別途しろということか。うん、相手チェックしたら別途しなあかんねんな。で、この最後がダメ。二回チェックしてるっていうことはもう明らかにフラッシュ揃ってへんねんもんな。そんな弱いやつには別途しろと。別途しても、こんなに別途しても相手ホールドすると思うけどな。まあ、とりあえずでも別途はしなあかんかってな。最低でも小さい別途は。ここでチェックすることによって EV ロスが発生してます。ここはやはり別途でした。まあ、相手が二回もチェックしたら明らかに弱いと判断しなあかんな。GTO ってスロープレイしないんかもな。なんで GTO スロープレイしないと判断しましょう。A3 な、どうなんやろ。あそこら辺の位置にコールするレンジがあるような気もするし、ないような気もするし、どうやろ。俺は、どうやろ。コールはいけるけど、フォールドも OK みたいな、フォールドが多いような気がする。ここら辺あるような気がするね。やっぱりありました。ここら辺ね、チェックするとか、レイズするレンジがあるんよな。でも、A3 はそんなにない。ホールドでよかったです。でも、A5、A4 やとコールしてかなあかんねんな。はい、ここは、ホールドで行きましょうか。いや、せっかくなん、いや、ホールドや。ホールドか、レイズか。8にはもちろん弱すぎるカードなんで、フォールドです。さあ、次行きます。AC 付きました。これは余裕で、レーズ。GTO はスロープレイしないということで、12.1のベッドをドンクベッドしてきました。生意気やな、このビッグブラインド。生意気にも12点。どうなんやろ？これって、コール、俺、普通なら、こう、相手が強気に攻めてきたら、こんなとこで、スリーベットしたら、じゃあスリーベットちゃう、レイズしたら、相手降りちゃうやん。降りちゃうやん。だから、普通はコールなんやけど、そうすると、次にもう一回、ブラフしてくるかもしれへん。しかも12.1って言ったら弱気なんよな、48.5のポットに対して。なんで、これは様子見ベット。俺のハンドが、こっちも BB は A を持ってるけど、キッカーが6とか、7とか、微妙なキッカー？そういう、いやでも4ベットしてるってことは、3ベットしてるんか？ 3 ベットしてるってことは、微妙なキッカーあるんかな？ちょっと混乱してきましたが、俺コールやと思うけどな。でも AA でめちゃくちゃ強いハンドやから、レーズもあり得るんやけど、レーズしたらでも相手降りるやろ。欲張り屋さんとしてはこんなとこで降りてほしくないね。なんでコールしましょう。あ、コールで合ってたんや。へえ、強いけど、レイズしたらあかんねやな。面白い。あそこは欲張りプレイでいいんや。さあ、でも嫌なカードが出ました。これで相手がフラッシュ揃う可能性もあるんですけど、こっちはエースの、ハートになるんかな。この赤があるんで、これ赤が出ても怖くないよね。勝つと。なんで、ここは、普通にベットしていって大丈夫やろ。赤が出てもいいし、出なくても問題ないと3カードです。なんでこれは、俺間違えた？やってもうた。あら。何があかんかってんやろ。小さくベットしなあかんの？それともここチェック？何やったんやろ。ああ、小さくベットでした。小さくなんか。そんな大きくベットしたらあかんのか。なんでや。
まあ、相手がチェックしてるっていうことは弱気を見せてるんで、こんなとこで大きくベットしたら相手が降りちゃうんかな。なんで小さくベットしたらまだコールもらえるかもしれないということなのでしょうか。さあ次行きましょう。46はもちろんホールド。10-5。10-5はあかんやろ。10だったら、キッカー何やったらいけるんかな。10-9とかいけるかな。10-9はいけるな。数点とこなくて。10-8とかでも難しいんちゃうかな。10-9はいけるけど、10-8やっぱし難しいですね。難しいな。ということで、これフォールド。10-9は OK と。来た、エーシーズ。これは余裕で、3ベッド、ちゃう、4ベッドを返していきます。終了しました。さあ、87はもちろん、スーテッドコネクターなんで、レイズでいけるけど、あ、50%でフォールドか。なんで、まあ、レイズしてもいいし、フォールドしても OK よということでした。10-9はあかんやろ。ギリあかん。キングスはもちろん3ベッド、BB の3ベッドに対しては、4ベッド行くやろ。ああ、コールでもいいんか。へえ。でも相手もチェックし、相手も4ベッドに対してコールしてきたので、A シーズはなさそうです。うん。A シーズないよな。ちょっと確認してみようか。こっちが、ここで4ベッドを打ちました。4ベッドを打った時のビッグブラインド、A シーズだったらもうオールイン行くと思うんやけど、やっぱし A シーズはオールインやな。エースキングとかでもオールインっていうか、まあ、さらに5ベッドを返すみたいです。なんで、やっぱし A シーズはないんや。ビッグブラインドでは。さあ、これはキングの3ペア揃いました。3カードか。これは強いぞ。でも強いからといって、打ったら、いやー、でもな、アドバンテージがあるときは大きく打つのが GTO の特徴みたいなのなかったっけ？うん。まあこれ打ちましょう。あれ？間違えた？さあ、相手フォールドしたか？ EV ロス0.2。なんでや？あ、小さくやっぱ打たなあかんのか。難しいな。さあ、じゃあ、終了するか。今回なんですけど、こちら、俺、A シーズ持ってる時に、ターンで、まあ、同じ赤色マークが出たんで、よし、ナッツフラッシュも完成する可能性があるし、A シーズで3ペアも、3カードもあるし、よっしゃ、打ったれってしたら、怒られちゃいました。ここは小さく打つか、まあチェックだぞということなんよな。まあでも小さく打つのが正しいみたいです。87.3BB と EV が高いです。で、これを見て EQ グラフを確認すると、こんな感じです。まだ BB のターンの時はほぼ同じでした。いや、まあここら辺はちょっとかなりアンダーザガンが有利なんやけど、ここで見ると、あ、そんなに変わってないか。まあまあ、ちょっとここら辺で変わってるか。まあ、こんな感じのグラフでした。一方なんですけど、これは小さく打てと怒られたんやけど、で、もう一つの大きなミスは、こちらのボードです。エースクイーンも持ってて、まあ、フラッシュの可能性もあるし、俺はチェックをしてんけど、ここは大きく打て、アホーと。怒られてしまいました。ここです。ここは相手がチェック2回してるんで、もうかなりレンジが弱いということなよな。そこでは、こんなね、チェックみたいなことをしたらダメみたいです。大きく打ちましょうということです。実際に EQ グラフを見てみると、かなり、アンダーザガン側に有利なんよな。見てください。このように EQ グラフでは、
アンダーザガンがめちゃくちゃ有利です。というのも、チェックばっかりしてるからよな。BB がチェックばっかりしてるんで、まだここではマシ。BB ここでチェックしました。そのチェックした結果、チェックレンジが弱くなって、まあ広がりを少し見せます。で、ここで3は良くないカードかな？こう、EQ グラフこうなんですけど、ここで BB がさらにチェックすることによってもうひどい。か もう圧倒的にアンダーザガンが勝ってます。見てください。で、こういう圧倒的にアンダーザガンが勝ってるときは強く打てと。強く打てここら辺と。998877はそんなことないんだけど、他は A5 もそんなことないか。もう他は強く打てということでした。今回、アンダーザガン対ビッグブラインドでの GTO トレーニングやってみました。やっぱりターンとかリバーってアクションが難しくなってミスってしまうよな。次回は、次はハイジャックか。ハイジャック対ビッグブラインドで GTO トレーニングやっていきたいと思います。